はい、国産食堂のとしです。今日はですね、リクエスト動画ということでですね、私が普段使っているお鍋についてちょっと解説していこうかなというふうに思います。普段私が使っている鍋はこんな感じ、これとか、これとか、こんな感じなんですけども、基本的に鍋底の厚いものを使っています。鍋底を厚いものを使う理由なんかもですね、ちょっと解説していこうかなというふうに思うんですけども、基本的にですね、鍋底の厚いものを使った方が、玉ねぎとかを炒めるときに、じっくりとうまみを出すように炒めるのも、とてもうまくいくんですね。で、煮込み料理とかをするときも、この鍋底の薄いものだと、結構焦げつきやすくなっちゃったりするんですけども、鍋底にある程度厚みのあるものだと、そんなにしょっちゅうかき混ぜなくてもですね、くっつかずに上手に煮込むことができます。そのあたりも解説していきます。イメージを持ってもらうためにですね、今日ちょっとこのニトリに来て、中を見てるんですけども、薄手の鍋っていうのは、大体こんな感じですね。いわゆる雪平鍋っていうやつですね。お湯を沸かしたりですとかね、味噌汁作ったりですとか、そういう時にはもう全然こういうので十分なんですけども、玉ねぎを甘みを出すように炒めたり、煮込み料理をするときにはちょっと使いにくいかなと思います。あと、こういうようなやつですね。ちょっと大きい、炊き出しで使うみたいな、大きい鍋で、底の薄いものですね。こういうのも同じように、ちょっと煮込み料理にはちょっと使うのは、あまり向いてないかなというふうに思います。で、それに対してですね、おすすめするのは、こんな感じですね。こんな感じで、底がね、これとか、分厚くなってるんですよね。こういうやつは、そこにある程度厚みがありますので、使いやすいですね。もちろん側面も厚くても全然大丈夫なんですけども、重要になってくるのがやっぱ底の厚みですね。そこが薄いとちょっと厳しいかなという感じですね。じゃあですね、ちょっと鍋底の厚さとか言ってきたんですけども、なんでその違いが出るかっていうのをちょっと解説していきますね。鍋の薄いものと、分厚いものですね。分厚いもの。この違いですね。で、じゃあこの、鍋のこの厚い薄いで何が違うかっていうと、これに玉ねぎとかを入れて炒めていくわけじゃないですか。で、ここに火がありますよね。火があると。で、これ炒めていくと、この薄い鍋だと、ちょっと説明がちょっと難しいんですけども、この鍋底があって、この火があったら、ここの部分だけがね、温度がすごく上がっちゃうんですよ。で、そこ以外のとこがね、ちょっとやっぱり弱いんですね。こんな感じのイメージなんです。なので、局所的に火が強いところ、また弱いところみたいな感じになってしまうので、なかなか炒めても、プロが炒めても、なかなかちょっとこの本当にペラペラの鍋だと、ちょっとね、やっぱり難しいなっていうところがありますね。それに比べて、ちょっとプロが使ってるみたいな分厚い鍋だとですね、ありますよね。分厚い鍋だと、この鍋のここの全体の部分の温度が上がって、ある程度蓄熱というか、そんな感じになってくれますので、この熱のあたりがですね、割と柔らかくなるというか、全体的に温度が均一というか、全体的に同じぐらいの温度で
こう上がってくれるんですね。この違いちょっとこう伝わりますかね。こっちの薄い方はもうここの火のとこだけが強い、あとはちょっと温度ちょっと低めで、この分厚いやつはこの火が当たってるとことそうでないとこの差があんまりない、全体的にこうぐーっと温度が上がってるというような状態なので、こう具材がこうどこに行っててもだいたい同じぐらいにこう火が入る、まあ、もちろんこれ弱火でやってくるんですけども、こう弱火の状態でもこっちの薄いやつやったらその弱火のこの炎のところはちょっと温度高めやけど、そうでないところはもう全然暖かくなくはないけどちょっと温度がもうめっちゃ低いとかいう状態で、この厚めの鍋やったらこう弱い火でやってもこう全体がこう同じぐらいの温度で弱い火でこう熱が加わるという状態なので、こう食材をこう炒めてる時もこう均一にじっくりいい感じにこう火が入ってくれるんですね。その場所によってあんま変わらへんというか、そこがやっぱり一番最大の違いですね。なので、まあお店で使ってる鍋っていうのは基本的にもう鍋、この厳密に言うとこの側面は別にそんなにあんま気にしなくていいんです。この底の面ですね。この底の面がこう分厚ちゃんと厚みがあるもの、これを基本的に使いますね。そうしんとやっぱり上手にねこう炒めたこのじっくり玉ねぎをじっくり炒めるっていうのは、まあお店ではまあよく、まあ、しょっちゅうやるんですけども、まあ、そこがねやっぱり薄い鍋ではちょっともう難しいですね。なのでこのある程度厚みがあるもので、そういうのを使うと上手にいきます。でこれはもうプロでも一般の方がやってもやっぱ同じですね。やっぱりある程度厚みがあるとこの一般の方がされても割と上手に炒めることができます、うん、でまあお鍋、まあそのために買い直す必要あるかっていうとちょっとまあ人によってちょっと考えはあるかと思うんですけども、まあもしお鍋をちょっと買うことがあったら、まあそういうのをちょっと意識して選んでもらったらいいかなというふうに思います。まあこんな厚みもまあそんなむちゃくちゃ厚い必要はないんですよね。まあ大体そうですね、まあ、5ミリもあれば十分ですかね。まあそこそこちゃんと厚みがあればそんなむちゃくちゃ分厚いのではなくても大丈夫なんで、少し厚みがあるものを選ぶようにしてもらったら上手に、まあ、お料理上手にこう早くより簡単にお料理上手になれるかなというふうに思います。そうで、もう一個鍋の、違いで厚いやつと薄いやつの違いなんですけども、例えばカレーとかを煮込む時ですね、僕 の, カレーの動画とかで3時間煮込むとかいうのあるんですけども、ああいうこう長時間煮込む時もですね、この鍋の薄いやつはやっぱりこう煮込む時もこの味噌汁とかシャバシャバしたやつを煮込む時はあんまり関係ないんですけども、カレーみたいなこうドロッとしたものを煮込む時はそこがこう焦げやすいものですから、でそういう時もこの薄い鍋ですとこの温度の差がこう激しいんですね。この火の当たるところとそうでないところ、なのでこう薄い鍋底の薄いものでこう煮込みをすると、このどうしても、ね、火の当たってるところはもうやったら温度が高くなって、弱火にしてもやっぱり温度が高くなってしまうものですから、ここの部分がねやっぱりどうしても焦げやすいんですね。なので、まあ、結構もうずっとついてへんと、ずっとかき混ぜながらついてないとこう焦げてしまうというようなことが起きがちなんですけども、ある程度この鍋底の厚みのあるものでしたらこの光の当たりが柔らかくなるんですね。なのでこう全体的に弱い火でこう当たってくれますので、ここだけこう突出して、火のとこだけ突出して火が強いということがなくなるので、こうまた分散して火が当たってくれますので焦げ付きにくくなると、火がこう分散してこう当たってくれますので、こう局所的にここだけが高いとかいうことがないので、こう焦げ付きにくくなるというような塩梅になります。なのでまあちょっとそういった意味でもこう鍋底がある程度厚みがあるやつの方がうまくいきやすいということになります。
まあ、正直そんなに値段もそんなに大きくは変わらないので、まあ、1個あると、まあ、いいかなというふうには思います。無理に買う必要はないんですけども、まあ、もし買い替えるときはなんかそんなのをイメージしてもらえたらいいかなというふうには思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツやお料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。